ねあの写真をねめっちゃお気に入りでさ個人的に早く載せたかったの「歌詞だよハニーワークさんの曲好き」って2文字歌っちゃいたいな。 <laughs> めっちゃいいよねそうお気に入りかわいいねありがとうどこまで読んだっけな哲也みのりさんパップルとヒロポンみっくん クマちゃん、ちろ、かカスピ海ユナちゃんショーがそう引き出しそう引き出し開いてるのょうさんごんじそうみやさくてか黒く染めたけどさあの写真めっちゃ茶色くてやっぱ日に当たるとさ本当の色っていうか日に当たると出るじゃんそう茶色くてびっくりした髪の毛こう見ると黒いのにね 落ちてきたのかなちょっと茶色いかも確かにえー、っとシエンジョーさん軍人ちびすけが運動会してるちびすけメちゃパースポット浜国ちゃんポムポムプリンこじこじもう正午ーお疲れさまですありがとう浜国ちゃん200回目の訪問ありがとう会館もいっぱい遊びに来てねこんなさっきツイートしてくれたのもありがとう いいねチた配信前に配信のほんと5秒前くらいに嬉しかった昨日会えてありがとねよかったいいタイミングでライブあって STOC 見つけたハラグネズミヤッホヒロぽンおはよう爆漏れやったあの写真好きすぎるえ嬉しいあともう一枚載せたい写真があるの そう、それは多分今日はまだ載せないけどえもう本当にもう一枚お気に入りの写真があるから楽しみにしててカメラそうカメラカメラそう最近さ カメ,ラそうカメラで撮っと、えめっちゃ可愛くないこのリップええめっちゃ可愛いんだけどびっくり可愛いですこれアムアん？アミューズえ可愛いこれなんかずっと前に9点で買ったやつで全然使ってなかったけど久しぶりに使ったらめっちゃ可愛くない このうるうる具合えんじょうちゃん紫だるまありがとうみえだるま <laughs> ありがとうちゅッえー、お魚だいた,いた <laughs> バラ10個ありがとうバラちゅっありがとうそうワあちゃんシラス よ渋滞見ろおはようぐるぐる待ってる TikTok なぜか何回も見てじわってる <laughs> でもなんかさあの逆光が結構いい感じじゃない TikTok 昨日のベレッタヒデヤッホーさっきのあれ夕日漏れえそう夕日漏れもあるしなんかあの寒色より暖色でなんか色味加工したそうからなんかもともとの夕日もあるプラス あのレタッチであの暖色強めにしたのもあるどんなみえちゃんも買いすぎるほんとスノスノーレッツカズサッピーちゃんトスキアイセー愛せもんヤッホー仕事いつ行きたくなくて無理みや行こうとしてることが偉いよ <laughs> 頑張って頑張れ頑張れパワービビビビビビビ,ビ頑張って えらいみやちゃんは今日ちなみにお仕事お仕事は休みですで、ね、本当にさしゃぶしゃぶと牛角とあの中本のラーメンと一蘭とお寿司とあなんだっけえもう本当に食べたい私の今食べたいものリストえそう あのピザさそうドミノピザなんかね L サイズ買ったら S が2枚無料で付いてくるっていうのをあのおんぼの日お,おとといおとといまでやってたんだけどえなんかね延長してるらしい最高じゃない一人で L と S2 枚やばすぎる <laughs> 食べたい「<laughs> はいの道学くカズポンヤシーヤホー」 DM に送った写真。え、待って、見たわ。あ、そういうことね。え、可愛かった、めちゃくちゃ。見た見た。ちょっとごめん。そうだ、見たわ。ごめんね。そういうことか。ごめん、文字だけ見るとどういうことだってなっちゃった。写真、そう。楽しみにしててね。雨で憂鬱になっちゃってたけど、見えたの発信ツイートで元気出た。ほんとよかった。え、今日雨今日雨雨 雨はほんとさ憂鬱だよね今梅雨だっけ梅雨も終わったでなんか一応梅雨みたいな感じだもんね。雨やだよね私はさ湿気がほんとにさ嫌だもう髪がねほんとすぐポワポワになるの。てか髪の毛ほんとにめっちゃ伸びた嬉しい朝から見えて嬉しいういちゃんみやもう嬉しい大かわいい

いほんとさあの亀子さんやばい声やばいの最近 <laughs> あのほんとにさ亀子さんみたいなさあの技術欲しいみんなレタッチもうまいしさカメラもさもう絶対いいやつ高いやつを使ってるじゃないですかいほんとにありがとうって改めて思ったよなんかねカメラ欲しいけど高いじゃんカメラって。 私のやつ、何円だ、何円だったのかなそんなあれだからさ。ういちゃん、とくく、みちる、おはようえぇ、今日のお昼焼き肉いいな待って、いけるやろとか言われた。えいけるえいけるでも、いや、無理ええいや、いけそうだけど。いや、カロリーやばくないえピザをさ、 L1 枚と S2 枚ってカロリーどんぐらいもう5000とか <laughs> やばいやばいうわ焼き肉いいな、ね、ほんと牛角に行きたいの牛角のカルビ専用ご飯がめっちゃおいしくてえもうほんとに食べてほしいそれに何か月見カルビみたいな,なんか卵につけて食べるカルビがめっちゃ好きなの 男の子のために可愛いわけじゃないでも欲しいのマスクはとっても可愛い隣の市行かないとないのえそうなのドミノピザなんかドミノピザって割とどこにでもあるイメージだったもう私がドミノピザがあるあのさ場所に住んでたあの大阪とかでもからかもだけどえ今日 ティちゃんおはよう地下鉄めっちゃ電波悪い泣いた学校頑張る学校頑張れももももももも <laughs> 偉すぎ学校行ってるのこん,こんな朝からしかも偉マジでみんな偉いよこんな時間にさまず外にいることがすごすぎる八神おはよう土砂降りえ土砂降りなのえー、マジか。 雨なのかえー、明日また会えるもんえー、明日も会えちゃうんですか <laughs> 嬉しい明日は何だっけちっちゃいつすっごいライブ なんか7月にもさすっごいライブって出るっけえもうほんとなんか分かんないんだよね嬉しいすっごいすっごいライブ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 ちょっと分かんないけどイントネーションが嬉しいさあ日もライブやばいねなんか2日おきに今さ <laughs> ライブしてておもろい嬉しいライブライブセトリーは何だろうな これさみ割と最近特典会で聞いちゃうんだけどさ普通に知りたくてみんながあのライブであの聞きたい曲とか一番好きな曲来た時嬉しい曲何ですか何が好きなんだろうって思ってね割とさ単独ライブだと結構いろんな曲やるじゃん、まあ、ツアーとかだとほぼ 全曲。やったけど。普通の。普通の単独ライブって、あ、誕生祭とかだと、まあ、瀬取りをする楽曲も。あるしさ、対話も数曲じゃん、五六曲。何が好きなんだろうなって。園長さん、たこさん、ありがとう、ちゅ。ありがとう。まあ、来たら、おはよう、宮下さん、今日も会。ありがとう。 クレーが200回目の訪問ありがとう海官もいっぱい遊びに来てねラブでみーは朝からシャワー浴びたの偉すぎないだから今ねこんな髪の毛まっすぐなの多分あのこれガチの寝起きだったらねもうもっとねボッサボサ <laughs> そうえらちいドラちゃんやっほんーなべなべかわいい ありがとうありがととうおねカメラもピンキリピンキリってなんだピンキリマジでちゃんとカメラしたいお金降ってきていや高いよねえちゃんとしてくれてるよカメラめっちゃ好きあの写真仕事行く前に少しでも見えた見れたの幸せすぎて頑張れるエリちゃんえらい頑張れ キキララちゃんかわいいキキララさピンクと水色だから指針だと思ってるまあ私が後からさピンクと水色って言って,言ってるから指針でも何でもないんだけど今日の夜ピザーラ頼んであるえー、いいなうわピザーラ食べたことないみんなピザ頼む時どこのピザ頼みますかえめっちゃあるよねあでもらドミノとピザーラぐらいしか知らないかなあれ他何あるっけピザって早いでごわす そう、7時半から。ちゃんと起きれてよかったわ。今日ね、6時半くらいに起きた。アラームかけずに、すごくないあら、普通にアラームかけてなかったのよ。えり一枚すみ。え、絶対うまいよね。どんぐらいのカロリーなんだろう。めっちゃ怖い。417、ヤッホー。あ、今日青森に帰るんだ。帰るまで暇ですじゃあ、東京か。東京 東京は東京東京何したらいいんだろうね私もさなんか友達に聞かれるのよあの今度東京行くねんけどなんかおすすめの場所教えてやみたいな言われるねんけどえ分からんみたいななんかみゆもさ東京来る前はさなんか「え渋谷行ってみたい」とかさ「新宿新宿池袋池袋」池袋とかさまあなんかそういう有名なとか「え、ディズニーディズニー」とか まあ、東京なのかわかんないけど、まあ、ディズニーディズニーとか思ったけどさか意外とさ東京どこ行けばいいかわかんないんだよね何がいいんだどこがいいんだろう東京たいっちゅん100回目の訪問ありがとう海賀もいっぱい遊びに来てねラブケーセッティンヤッホーえそうカルビ専用ご飯めっちゃおいしよねあれやばい本当に海苔が美味しすぎる 田舎なめないでも <laughs> え私もねでも本当に大阪の別に都会じゃないからそうだよでもドミノピザはあったんだよねそうめっちゃ楽しかった遠征でしたよかった楽しい、ね、遠征を楽しくなきゃねジャムキティレインボースター4個ありがとうイェイありがとうキティジャムジャムメロジャムメロディ えー、通勤で1時間ぎばすぎる。私のお仕事頑張ってね。えら、ー、い、1時間も。明日行きたかった。また会いに来てね。そう、また会える日を。楽しみに頑張るみやも。週末にお祭りだから今のうちに降ってもらった。あー、なるほど。お祭りって何この時期。あ、夏祭り系ふみくん、おはよう。しんくんとヤっホー。 そう、今週の日曜夏染めなのやばい、本当に。もう、夏染めがちょっと楽しみでね。スキロさんとカレ愛が被るから、明日、キロさん、そう、月色さんと結構ね、一緒になるから。嬉しい。明日一緒だ。なぜこんな時にイベントしたんや。んあ、ライブがいっぱいだからってこと確かに。確かに。 やばい眠い,やばい眠くないんだけどあくびが出ましたみんなも眠いよねこんな朝だとえきけよしさん見えたおはようおはようウィンちゃんおはようおはみや朝からえそうちゃんとしたの時間あったからさ早起きしてそう割とちゃんとしたえらち んちゃんハッ発表やって六マ町で卒業するあねそうもうあと4日 ?3 日4日くらいしかないよねそうそうそうプライベートで岡山県に遊びに来たことあるないほんと私ねぜ全然あのそう行ったことなくてけあんま県県そうほんとにないほんとに全然行ったことないんだよねどこも。 朝からかわいいありがとう星25、10ありがとうジャム頑張ってねお仕事偉いみんな。まこっちゃんヤッホーイベント最終日も超えそうでもいや絶対あのもうラジオでもいいからやりたいなって思ってるもしお外だとしてもやりたいレベルでもさお外の怖いとこはねそラジオでやればいいんだけどなんかさ例えば渋谷にいるとするじゃん。あの で、その <laughs>、渋谷、渋谷、渋谷のアナウンスみたいな。渋谷でしか流れない音楽とかが流れたらさ、リアルタイムで渋谷がにいるみたいな。え、それが怖くて。でも、夏染めってどこだっけ千葉県え、もしさ、その、車、もし、もし、もしの話、車移動とかさ、まだ最終枠の時間に楽屋にいるとかだったらさ、実は配信できるじゃん。で、それをちょっと祈ってる。 前髪かわい,いえー、ありがとうそう、今日もね、ちょっと、いい感じじゃないですかこの、クルリン前髪。クルリン前髪ってなんかクリリンみたい。もうダメだおはようあピザハット知ってるえ、ピザハットが多いんだ。ちょっと待って、テロップ書こう。イベント中、イベント、中、イベント中、8時半まで。 ャとか寝てると思った <laughs> 起きてました6時半にマジ優秀だわ6時半おはみや今起きたモーニングなきりキャメキャピおはよう今起きたえらい早いよまだ比較的お魚ハート100個ありがとううんうんうん うん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 んありがとうちゅッ <laughs> 小さか前に仕事の時とドミノで L3 枚頼んで染にかけたの2人で L3 枚で染にかけた L まあ L でかいよねでも S1 枚だと足りなかったのよピザってどんくらいがいっちゃうなんかいい感じなんだろうね「ゆきおはようまきまきおやすみ東京行くとこないめっちゃえい そみやも東京ってもうさほんと行きたい憧れの場所って感じだったけどもう上京してしまうとさもう普通に渋谷とかもうほんとああ考えられなかったんだけど普通にだるぎで歩いちゃうし <laughs> びっくりする今日は普通の日勤じゃなくて研修だからあそうなんだいつもより出勤遅いってことかな <laughs> 夏旅チャンホンあドミノあった車で5分めっちゃ近いじゃん で、なんか意外と検索すると近くにあったりするよね。東京行き、行きすぎて、す、行く場所なくなっちゃった。え、わかるなんか、ね。あんなんかさ、意外とさ、ないよね。いざ関東に住んでみると、そう。あ、でお台場とかね、なんかいっぱい遊ぶ場所あるもんね。東京好きなグループ CD 出してくれタワレコとかっった。あー、なるほど確かに。 確かに私ねカレプラでなんか聞いたのよあの暇な時間時間その用事と用事の間の時間で何して過ごしてるのみたいな聞いた時にあのたわれことか伝えやいくって言ってる人多かった確かにあっきーマサーおはよう 夏染めあるから、雨雲も、確かに、確かに、夏染め晴れてほしいから、今のうちにね、確かに、降るなら、今のうちに降ってって感じだね、確かに。地元新潟のお祭りで3年ぶりの開催。ええー、そうなんだ。いいなーね、お祭りとか本当に行きたい、夏祭り。シェフさん、おはようはじめまして、カレンナイボリーのおなきにみ合っています。ハニーマークイさん、サンドパラですの。 えー、10人組のアイドルグループです。大阪府出身の20歳です。ありがとうございます。嬉しい。シェフさん。あっタカちゃんおはよう。久しぶりにミヤちゃんのマシンガントーク聞けてよかった <laughs>。そう、マジしゃべる隙を与えなくて。ごめん。<laughs> ね応募うれしかった。ありがとう。楽しかったね。本当に。あっという間すぎてびっくりしちゃった。よちゃんおはよう。ヤっホーけケくるおはよう。熊本の子。 ど,どなただったっけ熊本の方6時半体感見やした今日も頑張ってありがとうタカちゃんファイトありがとうちゅ嬉しいね二の腕二の腕二の腕細く見える遠近法なんだけどさ物理的にあのこういう遠近法なんだけどさめっちゃ腕細く見えないえ嬉しい 嬉しいとかやってうれちーたん夏染めの日はスーツ着て就活生えー頑張ってねえスーツ姿見たいからさ <laughs> スーツできてよ夏染め <laughs> いや絶対ダメ絶対熱中症になる絶対熱中症になるわえ今誰も発信してない イェーイじゃあ、カレーアイファン、独占できるぜ。見直しに限らず。お配信流しながら化粧する。えらいねえ、ミもさ、なんやかんや自分の一番お気に入りの前髪、前髪じゃないわ。髪型巻き下ろしなんよね。よかった今日の髪の毛。写真。新潟の花火大会見に来てほしい。え、行きたいえ、それ花火大会なの来週今週のやつ。 あみやしかたんはや学校行ってらっしゃいえらい一元この時間ってこれから出勤しますパペタン頑張ってえらい出勤やっと喋る見えた見えた喋ってますあいうえをかきくけこさしすせそう幕張幕張リータも配信してるリータも配信してるんだってリータも配信してるってよ 誰だミアタンしか配信してないって言ったのは <laughs>。星1周 50! グッドマンありがとうお仕事頑張ってね。あ、あ、千葉あ、幕張あ、なるほどあ、夏染めかじゃ千葉県か。クリリン、そう、前髪ないけど。そうクリン前髪。クリリンのことかえ、ちょっと似てないクリリン、 どんなな,なん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 けまず本家クリリンのことかクリリンのことか <laughs> 似てないわ <laughs> カレーオ10秒動画券ねそれたまに撮る人俺が歌って,って踊ってもらって TikTok ああ特典会とかでってこと確かにね まあねそう特典会であんま写真と写真とかね撮れることないからさ珍しい撮れたらえ似てる本当に <laughs> 本当に思ってる本当にそれやっぱあのうわんうんあのマリオの落下した時の音声これがいっちゃうまいかもみやははっ僕見て 会場近くの JR の駅とかにテレワーク用のブースあればおお何の会場にいるんだえうまくないそうマリオのやつマジでうまいと思うんだよねミヤちゃんと寝たえちゃんと寝たよ <laughs> あのもう昨日さ、ね、あんま寝てなかったからさマジ一瞬で寝たよ昨日サトルおはようお二度寝二度寝 二度ねお休み夢の中へ <laughs> ぜひ岡和歌山県に遊びに来てね和歌山県に来てくれたら僕に会えるよ僕は和歌山県に来てくれたら僕に会えるよ僕は和歌山県に来てくれたら会えるよそう和歌山県にもねライブそうほんと当ねあのいろんな県に行きたいのいつかほんとにしようよ四十七四4 7都道府県 47都道府県ツアーとか <laughs> 今日おはようみつお久しぶりねありがとうレフ版100回目の訪問ありがとうこ館かもいっぱい遊びに来てねレフ版レフ版をさ見る機会が増えたとかレフ版見る機会なかったけどレフ版ってあれだよね光反射するやつだよね L1 枚のサイドつけてちょうどいいくらいなるほど じゃあ今頼んだらやばいじゃんでも冷蔵庫えピザってさ冷蔵庫に入れてたらさ大丈夫仕事行ってらっしゃいつしみちゃん頑張ってね恋恋恋さんミヤ由紀タんブレケタンミん美由タンんえた、ー、まちゃん美由紀さん年よりはたまのほうたまたまってどこだっけそういうあれあるあるよねたまたまたま足みたいなってこと 多摩市じゃない、玉駅みたいな。より、さあ、なるほど。え、ピエロランドいいよね。ピエロ行きたいな。まださ、一回しか行ったことない、ピエロ。今日も美由たんマジでそういうことなくなったら東京駅の周りもあってる。無料バス意味もなくなったりする。え、そんなのあるのめっちゃいいじゃん。 でもねなんか私あれをやってみたいのはいつかなんだっけ山手線に一生乗り続けるみたいな <laughs> ずっと回ってるじゃん <laughs> やりたい山手線一生乗り続ける、まあ、迷惑でしかないんだけどさきっとお気に入りの屋台の食べ物はベビーカステラとフルーツ飴めりんごあいちご飴ですあでもご飯系もめっちゃ好きだな た菓子も好きだし焼きそばとかあのお好み焼きみたいなとか玉銭みたいなあんじゃんなんかあれも好きみのでもやっぱベビカステラが一番好きかもいあのお,お祭り屋台系行ったら絶対ベビカステラ食べるえー、パンダのおにぎり持ってきてくれるのかわいいじゃあ見せてね食べる前に <laughs> タレコで奴隷してたの 亡霊夜見逃したから朝嬉しいそうゆりこちゃんおはよう昨日書いたよ名刺ももがやってくれた大根トラちゃんみやんこヤホータオレコ新宿はかなり思い出そうなんだ何の思い出があるのそう昨日より訪てるでしょ <laughs> この服をこっから出したからね腕腕腕腕ね,腕ねなんか ここはあれなんだけど二の腕は別に欲しくないんだよねでも夜ご飯食べながら酒飲んでそのまま寝落ちうわでもさそういう寝落ちがいっちゃう最高じゃない森健銀河おはようそうそう髪そう朝からシャワー浴びたからさ時間あったからそうだからねストレートなんすよ夏染め背景ライバルリスペクトの格好熱すぎて無理そうね絶対やめとった方がいいよあの あのー、黒はさ太陽なんか日光集めるっていうじゃん熱中症になっちゃうわよしお仕事行ってらっしゃい金子ちゃんやし勝たん辻来てない昨日めっちゃ前に見乗り出してマシンガントークでめっちゃ買いすぎでした <laughs> 私本当にやばいよね本当にさ人に喋る隙を与えないぐらいしゃべるからさ本当にびっくりしちゃう 花火大会まだ先4尺。えー、いいねもう本当にさ、花火見たいの。なんか空に打ち上がってる花火を全然見てない気がする。去年の山中湖の日に見た以来見てないかな。コメの弾きおはよう !100 年トレンドおはよう似てる人見知りで話せなかったからたくさん話してくれて助かります。そう。本当に私、人見知りの方も本当に来てほしい。ねぎちゃん、おやすみおはよう チュチおはようマリカットテイタクおはようママ似てたあ浴衣の日頑張ってえー、ありがとう全然無理はしちゃダメだよありがとう似てなくて爆笑してるえダメだってそれは似てるってあの言わなきゃ嘘でも嘘でも似てるって言わなきゃ <laughs> ハナピーおはようそのままねやらない方がいいだってこれ何あれあのクリーンのことかのやつ え、これみや、でも昔ママにね、めっちゃ似てるって言われたんだよ。クリリンのことはって言ったら。ママ、優しかっただけかも、ママが。めっちゃ笑ってくれて。え、結構似てるやんって言って。JR の駅のテレビの電話ブースはステーションワークで検索すれば出てくる。え、そう、そうなんだ。待って、な、何の話だ急に話が飛んだ。ステーションワークテレビの電話ブース き、カレー、うん、な、はな。ありがとう。ちゅ、カレーの花。よっ、ちゅ、おはよう。え、めっちゃハート投げてくれてる。里犬、みやしがたん。ごめんね、読むの遅くて。そう。コメント、全部よ読,読んでて、申し訳ない。岡山県にもライブね、行きたい。本当に行きたい。 本当にね。行きたいですよ。ひえちゃんおはよう。可愛い,い。ありがとう。ゆっちゅうごめんね。呼ぶの遅くなっちゃって。ハート1 0 0個もいっぱいありがとう。ゆっちおはちゅ。ね、ちょ昨日めっちゃお菓子食べてたよ。なんだっけ？忘れたけど、なんかあのピザピザ系の味のなんかお菓子と。 えなんかなぜかもみじまんじゅうも食べてた気がするもみじまんじゅうも食べてたなんか昨日ねちょお菓子いっぱい食べてたなんかスタッフさんにもらえたーったっ言って <laughs> 幸せそうだったよあと強生がすごい喋りにくそうだった <laughs> ありがとうチュ三流もえやりたーいそうピエロでいつかライブをしたいんですよ夢ですこれはゆちみつくパンそうイベントなうありがとう カロリーとって偉いそうお菓子食べてたネッツほんとさお菓子ばっか食べてんだよねあのご飯食べないんだけどめっちゃあのグミグミばっかり食べてる常にグミをねあの持っている気がします、ね、ネッツさんはカレーあい印の朝カレーえ何それそんなのあるの作ったってこといってらっしゃいカレー愛だカレー愛。そう山手線一周したい 屋台では,は春巻きあったらあてはし巻き何端巻巻ききって春巻きじゃなかったあそうパジャマミアありがとうこちらこそ <laughs> そうえっ、ー、とゆきかわいい7こありがとうありがとう嬉しいパンダとトラと爆弾おにぎり持ってきてやった見れるの生で爆弾おにぎり髪切れ嬉しい桃パンダちゃんよしかったん リルネードさんのお宅してた時にリリーベーチャドンと去年タスクさんのクリスマスであそうなんだえ思い出の場所ってあるよねユッキレインボースターありがとうちゅッイェイありがユッキーここそうここにいつもさぶつけちゃうてかここにさあのちょっと預けるのちょうどいい <laughs> 朝からかわいいありがとうそう朝からちゃんとした早起きできたからね奇跡的に。 えこうちゃんやっほー俺一緒聞き栓担当して話聞いてるえダメだよキャメからも話していや私はおしゃべりさんなんだけど話してくれたらそれはそれでそれはそれでというかめちゃくちゃ嬉しいよだってもちろんさいろんな人としゃべるじゃん だからさ、まあ、一生全然喋り続けようと思ったら、全然私から一生喋ることもできるんだけど、あの、もちろんなんか、言ってくれたら、それはそれでめちゃくちゃ嬉しいけど、なんかさ、特典会とか緊張する気持ちもわかる。めちゃくちゃわかるから、そう。全然喋らなくても私が喋るから大丈夫だよっていうだけで。喋ってくれたらそれはもうめちゃくちゃ嬉しいのも。むしろ私が喋るよりもさ、なんか、なんか言ってくれる方が嬉しいんだけど、その、聞き、あの、なんていうの 私への思いとかさらしいかるそう私から全然しゃべるんだけど何か言ってくれるのはそれはそれでめちゃくちゃ嬉しいのでそうごめん私がってかむしろ喋る暇を与えてないんだけどそう喋ってくれるのはめちゃくちゃ嬉しいですシンプルにねあの聞き何を思ってるかとかさ聞けるの嬉しいじゃんケンケン宮司君 隣の会話も節々ししに頭に入ってる。そう。<laughs> さっきこれ言ってたでしょ。っていうあれでしょ。そう。いや、そう。嫌間のことか。ジミーおはよう。初めまして。カレンダイバリーの中に見合っています。大阪府出身の20歳です。ありがとう。嬉しい朝からコメントありがとう。やりちゃんとおはよう。そう、ママが知ってるの。ちょっと待ってね。 いやグミ美味しいよねでも私もさグミ大好きほん、えー、とにえっとえカタカナゴンジ宮助丹ヒロ様おはようイベント関係で妙な時間にあーなるほどなるほどあそういうことね夏染めどうやって行くんだろう電車なのかな車とかかな ひろのちゃんミヤスケターン。そう。そうもみじそうそう広島えもみじ饅頭って東京で買えるの？そう。なんか食べててさリオちゃんがえもみじ饅頭？って反応してた広島だから。あ強制してたことあるの？え私まだなんだけどさそういつかするからさ。ドキドキ。モッチミヤスケターン降る完了。はい。 嬉しいフルありがとうさくらんぼでハーフツインえ嬉しいそうゆりらんタンさくらんぼめっちゃ好きやんそうだからあのー、そうスタッフさんにさくらんぼいただいて写真撮ってるときに <laughs> うわ絶対これゆりらんタンあの喜ぶわって思ってただってみやのあのさくらんぼのさあのー、なんだっけあれメロ,ンメロンフロートの上にさくらんぼ載ってる写真そうあれめっちゃ好きって言ってくれた。 じゃあ前のトップがそうから絶対今日の写真好きだろうなと思ってちっとしたらね隣立してくれたからやったーって思ってひじつおはよう昨日泣いてたえそうなのどういうことどういうことえ何配信でシャタン宮崎ターン昨日の特典会赤ちゃんとネッツに隣でおしめいないって話してた めっちゃ詰められました <laughs> 詰められたの隣赤井ちゃんとねっち隣で教えめっちゃ詰めおもろいで結構ねみんなあのね近いからさ聞いてるからね会話をねあ山夏おはよう <laughs> ありがとう年季のもぐんねこミート宮近ったん小海引きかわいい5個ありがとういっぱいかわいい嬉しいありがとう じゃあさんおはよう頑張りましたおはよう、えー、あデブラちゃんおはよう代官山ユニットが思い出の箱セレネあセレネね私もセレネめっちゃすきいろさんってイメージあるこっちが喋る時にうんうんって見つめて聞いてくれるみえちゃんに買いすぎてたんじゃん <laughs> え優しいんだけどねえありがとうねそう大も,もさ全員分来てくれて。 嬉しすぎる。優しい。ね、いつも特典会も来てくれてね。もっとはみやしかったん、ミュージカタンマシがントークされるなは自己紹介する暇。え、あるよまず、まず、出会って一発目に、はい、どうぞって言うから。シャア、ミュージカタン朝のツイートかゆくて、つよしが拍手。え、嬉しいあ聞いて、なんか、あかりちゃんが、あの、あかりちゃんの、昨日の楽屋であかりちゃんが、あの、おいっ子の写真を、 見せてたの誰かに見てかりのおいっこめっちゃかわいいんだけどつって,ってあれおいっ子って言ってたっけあ違うおいっ子の写真を見せてえ見てかわいくないって言ってたのでもあのそれがあのめっちゃ強っちに見えてえそれ強しって言って <laughs> 違う違うおいっ子だよつって,ってめっちゃ強しいに見えたのあかりちゃんのおいっ子が <laughs> 鴨志田よしかったん 去年電車だったっけ夏染めあ全然覚えてない去年何だったかなあまりちゃんみやす子たンおはよう夏染め車で車内オタクだらけ舞浜海兵士でも去年去年の夏染め何で行ったんだろう全然覚えてないのりぴーみやす子トンパパちゃんおはようあ今もしてるんだ強制長いよね ワイヤーえー、絶対ヤバなんかご飯食べれないってじゃんベアたんミヤシカタンさくらんぼ認知あるの最高すぎそう髪の毛も久しぶりになんか変えたそうさくらんぼめっちゃ好きだからねゆりこちゃんショウナのちゃんと覚えてたよとくくかれんな花ありがとう 嬉しい。そう、可憐な花って呼んでるの、この薄ピンクの花。可憐なアイボリーっぽいでしょ。部活でバスケしてたけどぶつかるから。ええー、痛そう。うわ、部活中しんどいね、強制。もふもふのカーペット。トナちゃん、やっほー超絶可愛いライブの時もあの髪型がいい。MV の、あはずいえわかったするじゃあ、しますじゃあ、今言うね。じゃあ、あの、超絶可愛いライブ。 の日じゃあ私ハーフツインをしますあの衣装通りこれはじゃあ先に宣言しとくわ宣言しときます死と嫌がらせには負けない朝から可愛い,いありがとうフツするハーフツ広島のもみじまんじゅうと仙台の萩の月えわかる萩の月みたいなえめっちゃ美味しいよね わわかるわー仙台行ったことないけど萩の月食べたことあるお土産でもらったのかな昨日レミリンが一個で子供を見るように笑顔でうんうなずいてた <laughs> ねレミリンのまなざしってマジでなんか愛愛感じるまなざしというか視線めっちゃなんかさもう母のっていう感じなんていうんだ愛愛情のこもった目線というか 東北行きたい。赤ちゃんとねちの前に何冊いる話して、その話聞かれました <laughs>。そう、聞こえるもんね、結構声が聞こえ。ふうりゅうさん、おはよう、はじめまして。海南ブリーのなきみやっています。大阪府出身の。20歳です。よろしければ、毎日配信してるんだよ。いつでも遊びに来てね。ありがとう。あ、アンテナショップ。えー、めっちゃいいじゃん。そんなのあるんだ。昨日のさくらんぼね、山形のさくらんぼらしくて、めっちゃ美味しかったです。特産物だよね、山形。 てつおはよう昨日ありがとうございましたえー、こちらこそそう、レミビアだったから最高だったでしょでもめっちゃイジュルしちゃった。どっちに会いに来たのとか言って。<laughs> マジ私って。ダメな、ダメな女。セレネ、千葉菜さんの卒業以来。そう、私も千葉菜さんの卒業以来、セレネ行ってあれライブしたっけいや、してないな。そう。めっちゃ好きロさんってイメージ強いの、セレネ。 ポコポコ,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 コに送った写真見せてもらってねポコポコって誰だあレミリンでしょポコポコ俺好みの女の子写ってる俺好みの女の子か見えたも好きになるけど本当見せてもらうレミリンだよね一応 <laughs> サマおはよう三浦市おはよう、えー、とトールおはよう三好かたんえー、ジェイナス三好かたん神田ひきちゃんあと100個 ありがとねあの日の美女神がかってたいつもいいけどえ嬉しいあの日ってあれあのあれ MV の時タッタッタッそうあの鼻真っ赤だけどもうさあの日寒い寒いって震えてたのが懐かしいくらい今暑くてやばいもうあの日本当にねちょっとカットって休憩ってなるたびにあのもうスタッフさんにカイロもらいに行ってみんなううううう,う,う,うって震えてた。 朝早かったしね暗闇で集まったもんだってめっちゃ暗い中集合した鈴木美由紀子パンそうハフインするお決まりのハフツイン舞いでライブ仕様ハーフツイン,イ <laughs> ツインえ頭髪引っかかるハーフツインハーフツインって打てるようになったハーフツイン ててる打てなかったハフツインえー、スクリーンにキスはねちょっと無理でっちゃうあでもカレアイのダイジェストツアーのダイジェスト動画見ると赤井ちゃんがあのカメラにチューしてますよてか赤井ちゃんすぐカメラにチューするから <laughs> あのー、なんだっけうんいざってカイチャンネルとかでもさ「<laughs> 西京のお日様美由紀香たん!うわー」「うたんげ美味しそう!」 東北行きたいな青森もねそう青森のメンバーがいるからいつかね凱旋ライブできたらいいでしょうねゆきお仕事頑張ってねあ四4月に1回セレネやったか行った気もするんだよね行ったわセレネ行ったわじゃあセレネさああ後ろにさあ MV 流せるの好き銀座銀座の広島アンテーショップのタウタウえそうなんだ 美味しそうさく大福あ準備おかえり砂糖えわかんないそこまでわかんないけどそう山形のさくらんぼらしい昨日そうめっちゃ美味しかった「ポコポコレミリン」であってる通じたレミリンってわかるのさなんか誰かのツイート見た「ト <laughs> シくん美由紀くリーダーも伝わったしりおちゃんも伝わったそうみんなツイート見てるから新曲スキン背景ライバルいいよね お魚流れ星ありがとうッあツイッタートありツイートしたありがとうそう今日のお初いおは朝のツイート個人的めっちゃお気に入りなのでそうリツイート嬉しいそうもう夏早いよねハーフソージーハート100個ありがとう、ね、やばいもう時間ないよね最後に一曲歌って終わりましたキスマにぎやかし画面中びっくり 早くてごめんの訴えなし、ね、ハーフ欲しいならないハーフ欲しいなるのあそういうことかだからハーフツイン打てるようになったそういうことねえハーフって欲しいなってたのももがバブルスのお揃い着てたのセレネねあれあれかちばなちゃんの卒業公演の後か3月より後かえわかるみ羽もそれめっちゃ覚えてるセレネのそうえ VJ って何だ ?VJ? 今めっちゃ髪多く見えるえ実際ね本当に多いのよめっちゃ多いの髪の毛私今でも伸びたからさいいんだけどポコポコついて俺しか多分してないえそうデブロちゃんだった気がするなんかポコポコって呼ぶねみたいなこれからみたいなやつを見た初心者マークナオタッチュレインモンスター参考ありがとうちゅなんで初心者マークなの <laughs> しかもさ赤いちゃんの電球デッさありがとうチュウそれで、ね、電波難民いやかるそう楽屋も電波なくてほんとツイートできないそれで、ね、どこからでも見えるし明るいし広いえねいいよねあそっかてかこれ夏ソング夏ソングで盛り上がろうっていうイベントじゃん普通のにカラオケしてたわ夏関係なしにケンダやヤほーハーフ星になるんだ 鬼の森のアーシャプインとした T シャツ着て行ってた4月のセレネ <laughs> 覚え方響きかわいいねえんでポコポコなのお仕事行ってらっしゃい頑張ってねえらちぃよーやばい朝からマシンガントークしたから喉がもう意外が蜂蜜丸飲みしようかな私の 大好きなハチミツ丸のみ丸歌わない方もいらっしゃるんですね。でもさカラオケイベント参加する人って大体さあのアイドル枠じゃなくてさそのアイドル枠はカラオケ機能が使えるけどカラオケ機能がないからカラオケイベントに参加したらあの,あのカラオケ使えるから参加されてる方多いですよね。 そうだからいつでも歌えるのにカラオケーに参加するっていう <laughs> ちょっと待ってね。 あっフリーワーでもカラオケあるんだあそうなんかランク上がればあるみたいな言うね私もあんま分かんないけど喧嘩腰越しにネタでコメントしててボコボコリポコボコリするとあなるほどねえ <laughs> レミリンのことポコポコって呼んでんのかっかっこいいねなんかそれよくさいいって聞くねマヌカハニーとかもえー、星ユリティおはよう 特典かいいからガチレビあ、そうなんだそう全然私さ、特典とか見てなくてね、人間っていい名が入ってるんだけどなんでだ二度ね、おはようじゃこれがランキングに入ってたから歌を。懐かしい、覚えてるかなめっちゃカラオケで歌ってた 取ミヤの取説難しそうそんなことないか単純だからねこの度はこんな私を選んでくれてどうもありがとう腰用の前にこの取り扱い説明書をはよく読んでずっと正しく優しく扱ってねいてものにつき返品交換は受け付けませんご了承ください待って受け付けませんって言えなかった ねえ西野香菜さん私もめっちゃ好きなの急に不機嫌になることがあります訳を聞いても答えないくせにほっとくと怒りますいつもごめんねでもそんな時は懲りずにとことん付き合ってあげましょう徹底的に褒めると長持ちします 胸が綺麗とか小さな変化にも ああめっちゃこの個実いいわかるわ意外と一輪の花にもキュンとします何でもない日のちょっとしたプレゼントが効果的ですセンスは大事でも短くても下手でも手紙が一番嬉しいものようもしもわかんない 神は旅行にも連れてって記念日にはおしゃれなディナーを柄じゃないと言わず過去よくエスコートして いつだっけ私,私何歳何歳の時中中学学学生中学生中学生小か私が中学生の時多分めっちゃ一番流行っててめっちゃ歌ったけど本当今大学3年の年だからそう大学3年の年なのでもうね月日が6年以上経ってるわけですよめっちゃ久しぶりに歌ったから本当わ分かんなかったけど。 取説いいよね私が一番共感した歌詞はあそこあれですあのー、記念日にはおしゃれなディナオ <laughs> なんかさコメントもされてたけどさとりあえずミヤの「トリセツ」はなんかご飯ご飯食べさせればるって書いてるでしょみたいな。ガチで笑ったけどその通りすぎて。 ディナーそン <laughs> ディナーにも連れてってのところがちょっと一番共感ですね <laughs> あそう食べさせ食べさせとけばまるそうそうこりおちゃんが歌っててさそう今歌おうってめっちゃ思ったりおちゃんが歌ってたよねあと「世界に一つだけの花」だったっけ中二中二か お魚サイリウムありがとう十鳥違う花を持つだけ種を持つ人見さん百回目の訪問ありがとう会館もいっぱい遊びに来てねラブありがとうございます神田ひきちゃんサイリウムありがとうちゅっとそうあとなんだっけ 小さな変化にも気づいてあげましょうちゃんと見ていてあとそうでも太ったとか余計なことは言わなく気づかなくていいからねのところも本当にその通りその通りだよあの本当共感だこの歌詞になきりミヤの取説作りたい <laughs> でもマジであのご飯ご飯当たれば丸 ひろぽんサイリウムありがとうちゅありがとうひじつ流れ星ありがとうちゅ熊ちゃんサイリウムありがとうちゅで西野カナさんいいんですよね私西野カナさんのあのでも失恋ソングが好きすぎてトリセツも好きなんだけどさでもアップテンポの曲もいいというくまちゃんサイリウムありがとうー ええー、ソディさんオンプ新ギフトオープありがとうチュお魚サイリウムありがとうチュそう会いたくて会いたくて震える,めるそういるかはいません明後日だしたあそうさってジェッパーです楽しみだね確かにいやでもそんな乗ってないんだけど楽しみですありがたいです。 そうじちゃん、お花プありがと、ありがとう。ありがとう。その上だけ、本当に、ね、ありがたい、嬉しいですよね。ネタフリックス。<laughs> 見やすたん女性目線がトりセツ、男性目線が好きなとこ、え、気候、平井啓さん、の好きなとか。えー、好き、みたい、男性目線。うん、えー、優しい、かじゅうみ。えー、くまちゃん、オプープン。ありがとう。 ありがとう。あんた、かゆありがとう。くまちゃん、たこさん、ありがとう、ちゅ。ありがとう。えー、歌姫、歌姫は名乗れないわ。もう、リオ様が。あ、やばい、30分だ。ということで、2016ということは今、2023? あ、本当に、あれだ、ん本当に中学生だ。中1とかだ。ねとりあえず最近の、あれ、 結婚式とかでねそれちめっちゃいいそう食べ物で臭そう <laughs> ディナーにも連れてってのお,おしゃれじゃなくていいんだけどたまには旅行にも連れてって記念日にはうんディナーをんのとやっぱね共感ですね <laughs> そちらの時だよねオールエデいいよねソリューとあそう歌っててさ「痩せたありがとうそれは最高」 そう,そう太ったこと殴るよ15センチ切いた髪に気づけ喉乾いたなこれ飲めばこれっていわゆる関節キス意識した意識した喉は乾いたまんま待ってる左手に。 パンツの開き具合。そんなの気づかなくていいんだよ。フラゲビで明日本屋さん行ったらあるかなとか。あ、確かに。え、あるかな朝配信買います。嬉しい。朝配信買いますじゃない。もうめっちゃコメント混ざった。朝配信買いますって意味わかんなくない <laughs> やばい。朝配信買います。面白すぎる。ジッパー買います。ありがとう。朝配信サンキュー。ありがとう。じゃやばい。めっちゃ混った。めっちゃおもろいんだけど。<laughs> めっちゃ面白いんだけど。アサイシン買います。予約してるの嬉しいありがとう。ジッパーのこと。ジッペーって言ってたやばすぎな、なぎちゃん。<laughs> やばいじゃん。めっちゃおもろい。結婚する人減るんだよ。なんでまた来ますありがとう女子カありがとう記念日には食べ放題のディナーを。最高。 私高,高級じゃなくていいからさ食べ放題がいいだって高級なさお店だったらさ量が少ないかもしれないじゃないあのでかいお皿にさあのちょこんっておしゃれなあ、まあ、それもいいんだけどちょっと私はあの食べ放題が好きかな <laughs> 安く着きますよ私と付き合えば付き合ってみますか安く住みますよあんまあ、安くないか あのとりあえず安くてもいいから食べ放題に付いっとけばもう,もう満タイ、まあ、食べ放題じゃなくてもいいんだけど全然あのさ高級とかこだわりないからさ食べ美味しければ何でもいいよっていう人間てか食べれたらいいもう幸せだよね僕 G おはよう誰かが言ってあげないと食べ過ぎそうえそれそうなんか私さ胃袋めっちゃ大きくなったんだよね多分多分てか絶対本当に食べれる量が増えた 食べる量じゃなくて、その一回につき食べれる量が増えた普通に。可愛い,いな。ありがとう。東京サマーセッシャンソン、そう、私たちカバーさせていただいてるんですよ。去年の夏以来やってないけど。僕、じい、ハートと。バラ、ありがとう。そう、台湾とかでやらないんだけど。急な有料配信。<laughs> まさまさ。なおき。ね <laughs>。配信買うやばすぎる。 量そう量重視だから <laughs> ディナー好きやえ最高好きやじゃあキングサイズにするね <laughs> 記念日にはちょっといい食べ放題 <laughs> ちょっといい食べ放題マジでやばい <laughs> そうこれっていわゆる手作りクッキーみちたんと結婚がしたいそれなんだっけ何の曲だっけあああ疑似恋愛だ え見てみたい本当に見てみなマジでやばいよ平ら見えなさそうまた夜来るありがとう終わりますねちょっとじゃあ食べそう転送してるかもいいからあの胃にブ,ブラックホールじゃなくてあのあれがあるかもどこでもドアが胃に入っててみたいなお2 29に届くありがとうちょっと私も楽しみですじゃあ10歳メミフィ12417 1ュのーイノエシーロ 1位シカティンちゃん9位オブおータン8位お魚7位ソうジちゃん6位うもうまたウォギリミヤにうんウォギリミヤ <laughs> これであのなんだっけお魚霧ミヤとか言うんでしょえー、5位ヒロポン4位クマちゃん3位ユっチュう2位ゆきそして1位は 1位カルナヒキーちゃんということでありがとうございました次の配信はえっと何時からだっけ確か11時半から12時半ですよろしくお願いします朝から幸せ嬉しいそう朝からありがとうお仕事とか言っちゃった方も多いけど皆さん今日も 頑張りましょうお昼お手すきの間にまた遊びに来てね休憩とか息抜きにぜひとかご飯食べる時にみやちゃんの声を聞きながら食べたいよという方はぜひぜひ遊びに来てくださいでは初見さんはじめましてカレンダイボリーのなきりみやですハニーワークさんサンドプロデュース12組アイドルグループ大阪府出身20歳のあさっきも言ったけどなきりみやです <laughs> やばい2回言っちゃったこれが二度でもってやつ え毎日配信してるので、ソ h o r とツイッター、インスタ、テ t ック i k t o k 全部 SNS 毎日更新してるので、よろしければ SNS のフォローもよろしくお願いします。と今、イベント参加してるので、いっぱい配信してるので、いっぱい遊びに来てくださーい。ではでは、ありがとうございました。また後でね。バイバーイ。私は今からご飯食べます。最高、最高。もうね、お腹すいたから、ちょっと何食べようかなってワクワクしてる。え、めっちゃピザ食べたいんだけど、どうしよう。 えちょっと相談させてピザ食べたいけどやばいよねさすがにうんやめよう前も一人でピザ食べたからやめます今ねお家にねカレー飯があるからちょっとカレー飯食べようって思うじゃあねありがとうございましたね朝ピザはやばいよねしかもさ絶対ピザ食べるならさあのせっかくならさ L 頼んで S2 枚無料でついてくるやつ頼もうとしてるからさいや絶対やばいでも前も一人でさ食べたからちょっといややめとくけど <laughs> カレー飯食べるカレー飯カレー飯食べます是非みやちゃんと胃袋おそいにしたいよって人は是非そう超絶美味しいカレー飯そうそう,そ,うそのカレー飯を食べますなのでおそいにしたい人は是非りおちゃんも昨日の朝カレー飯食べたらしいよそう最近あの温んの日にカレー飯いただいてそうだから 多分、カレーちゃんみんな持ってるから、ぜひ、ミアちゃんとお揃いにしたい人は、今日カレー飯食べてください。<laughs> では、ありがとうございましたバイバイまたお昼ねおちゅ